雨上がりの雫をまとい、可憐に咲く梅の花。宿毛市橋上町の楠山公園には、およそ350本の梅の木が植えられています。今年は寒波の影響で、去年より開花が1週間ほど遅く、先月20日頃からつぼみがほころび始めました。全体で見るとまだ2分咲きですが、紅梅は他の種類より早く咲き始めるため、今まさに満開です。県内は日中にかけて気温が上がる見込みで、予想最高気温は高知市で16度、宿毛市で15度となっています。楠山公園の梅は開花が順調に進めば、今月下旬から見頃を迎えるということです。